どうもポルタローです。よろしくお願いします。さあ今日はですね、年が明けて1週間も経つのにクリスマスの映像を流そうということなんですね。 YouTube やり慣れてない兄貴がクリスマスイブ当日に動画を回していたので、当然クリスマスには流せないということなんですね。せっかく撮ったんやから時期なんか関係ないという兄貴ならではの発想です。それではどうぞ。いや、なんかこれ着せられてるけど、なんかちっちゃない？これちゃんと考えてくれた？肩ほらきついもの。これは僕のんちゃうの？これはえ、あ、これはお嬢さんの？ちょっとこれ僕のサイズ合うてる？どう考えてもちっちゃいよね。これで今日一日俺は楽しめるんやろうかしら。動きにくいにも程があるのよ。見てほらほら、肩パツパツでこんな感じの歩き方になってまうのよ。ほらコングだってほら撮るときもこうなるよ。だって下向いたら肩パツーやもん。ほらパツパツ。なんか他に着替えないんかな。あ、これ前のやつやん。これでええと思うわ。もう動きやすいし、ちょっとこの一件に関してはもう抗議させてもらうで。もうちょっとええのあったやろ。まず日を認めなさい。間違えましたよね。コングも拾いたいし、ほら見てみ、こんな動き方のジャックラッセルテリア見たことある？お嬢さんのやつは見てぴったりやないの。めちゃくちゃ可愛いじゃないの。僕もこんな感じで仕上がる思ってたよ。ほんまにもう膝なんか乗ってゴロゴロしてる場合やないよ。まず体にこの衣装をなじませなあかんねやから。いや僕かて文句言いたないよ、こんな聖なる夜に。いや困るよ、こんな抱き方されたら僕のお腹が出てると思われるやんか。これはジャケットが短いんやからね。ちょっとお嬢さんしっかり持ってよ。その持ち方ではお腹出てると思われるから。ちょっとお嬢さん、これも見てみ、これ袖もツンツルテンやがな。いやそんな林立てられてももうテンションもなかなか上がらんよ。これどうすんのよ。ちょっと聞いてくれる猫さん、これ見てよ、どう思う？まあ、素っ裸のやつに聞いてもあかんか。はい、ちょっと崩ろうかなと思ったらボタン1個弾け飛びましたよ。もうどうしようもありません。もう降参です。いや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 、またなんかおるよ。ちょっと待ってよ、僕そっくりな子。まだこの衣装の話も解決してへんのに君勝手に入ってきてもらったら困るよ、ほんまに。まだ僕のターンやで。もう入ってきたもんはしゃあないからいじっていくけどやな。こんな耳にこんなチャラチャラしたもんつけてやな。ジャックラッセルテリアやろ君も。こんな青い首輪もしてちょっとチャラチャラしてますね。はい、足元もチェックしていきましょうか。これ鼻おっきいね君。これは口ずっと開いてるよ。アホやと思われるからしっかり閉めてくださいね。ところでこの耳のやつどこで買うたん？これまあ欲しいから聞いてるんちゃうよ。とりあえず参考に聞いてるだけやから。バナナ君が真似したらどないすんの。さあというわけで見ていただきましたが、これはまだまだ序の口です。新しく現れた彼とのやりとりはまだこの後続きますからね。時期外れやわ、一本にはまとまらへんわ。もうルール無用やで、ほんまに。もう屁こいて寝るしかないで。というわけで今日はここまで。続きはまた今度ね。どれぐらい続くんか知らんけども。じゃあみんなどうもありがとう。あー、思い出しただけでだんだんイライラしてきたわ。コスプレするときは僕の意見を取り入れてほしいよね。